ヒーローっていう名前はついてるからあたふたしない。地球を救うためにウルトラマンが来たんではなくて、ビーチは主役だよって、入る主役だ、初のカラーですからね。カラーなんだなっていう、彼らと共に生きたみたいな。だからこそやっぱりウルトラマンって普遍性を持つんだと思います。テレビでやるんだから何か訴えるものがなきゃいけない。だからバルタン星人が生命とは何か、知性を感じる宇宙人。でも当時から憎めないんですよね。バルタン星人一体しかないからね。ファって複雑な合成とかっていうのはもう中野さんと今さんの打ち合わせでできた。3体を3面割りするから消えたり出したり。バルタン星人って非常にサイエンティフィックでもあったわけですね、はい、地球自体にもひょっとしたら黄昏が迫っているよっていう。バルタン星人その20億の命あわれ、星に黄昏また深ければ。